先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの？韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出しでしかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B 乗り発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに厄介が見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。
ちなみに日本は、F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね。と、日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の地勢を見てみると、海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気も失せるだろうぜ。
ちなみに韓国、F-35A の回収については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか、と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここのところ暑くなったり寒くなったり、体調管理が難しい季節になってきたね。花粉もそこかしこで飛んでるよな。PM2.5 も警戒する必要があるぜ。でもそうこうしているうちに、あっという間に蒸し暑い梅雨がやってくるよね。今のうちからカビ対策を進めていた方が良さそうだよ。いろいろと大変な季節の変わり目だけど、健康第一で日々を送っていきたいね。そうだね。さて今回は、中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 1020J20 の開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているんだって。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたんだけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるよ。2022年3月19日に中国メディア会長会頭が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバック大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機、F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと報じているんだ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空警 500KJ500 との連携による飛行訓練を実施しているようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったんだって。そして、ウィルズバック司令官は J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような対地対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからない、と語ったとされており J20 の性能などについての言及はなかったと見られているよ。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している、世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J20 に、感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみなんだ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているんだけど、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみだから J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているね。J20 について詳しく、J20 は中国航空工業集団公司が、
中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機、F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるぜ。またお得意のパクリなのかな？ F-117 ってどんなステルス攻撃機なの？ F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が、中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているようだね。J20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているよ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後円に向かって緩い前進角を持つ、デルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているんだ。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているよ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているね。機体のステルス性能についての詳細は不明なんだけど、F-117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって、F-117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.025 平方メートルと同程度とする見方があるんだ。このレーダー反射断面積値が小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15 イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルとなっているぜ。また、J-20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子操作アレイ AESA レーダーを搭載しており、約2000から2200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているな。送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J-20 が搭載している AESA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているみたい。また、J-20 には F-35 の ANAQ-37EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の補足と照準が大きく強化されているとの見方もあるよ。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるんだけど、試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたと見られ、2号機には中国製エンジンの WS10G が搭載されたと言われているね。J-20 には本来であれば専用エンジンとして、開発が進められていた WS-15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されている、サプールン AL-31FM2 が採用されていたな。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 において、水力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたことから、WS-15 に代わり暫定的に WS-10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J-20 では第5世代戦闘機としては世界で初めて、複座型の機体が製作されているのが明らかになっているんだけど、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、航跡の乗員がそれら無人航空機の統制を行うためと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日はお茶漬けにあられが入っている本当の理由を話してみようか。市販されているお茶漬けの素には、あられが入っているものが多いよね。柔らかな食感のお茶漬けだけど、あられが入ることによってカリカリとした歯ごたえが加わり、より一層お茶漬けが美味しくなるよね。あられはお茶漬けを美味しくするために入れられていると思われているけど、実はもともとは違うんだよ。お茶漬けのあられは美味しくするためではなく、お茶漬けの素を乾燥させるために入れられているんだよ。実はお茶漬けよりも前に、京都のブブ漬けにはあられが入れられており、これがお茶漬けにあられを入れるルーツになったとされているんだ。現代では、ブブ漬けといえばお茶漬けのことだと認知されているけど、
本来、ブブ漬けのブブとはお湯のことであり、ブブ漬けとはつまりご飯のお湯漬けのことだった。昔の京都に住む人はあまり食事にお金をかけずに、なるべく食事は質素に済ませるような一面があったんだって。そして、ブブ漬けは漬物などと一緒に食べられていたんだけど、あられも入れて食べられるようになったんだ。ご飯を食べた後にお椀に米粒が残らないように、最後にお湯を入れて食べるのも当時の知恵だったみたいだよ。お茶漬けの元が全国的に普及するようになったのは、第二次世界大戦後なんだ。開発当時はまだ現在ほどの技術力がなく、お茶漬けの元を完全に密封することができないため、湿気ですぐに湿ってしまうことが商品のネックとなっていたんだ。お茶漬けの元が湿ってしまう問題は解決されていなかったけど、ブブ漬けの発想から、お茶漬けの元にあられを入れることになったんだ。すると、偶然にもあられが湿気を吸収するようになり、お茶漬けの元が乾燥したままになることが判明したんだよ。つまり、湿気を解決しようと投入されたわけではなく、偶然の産物として、お茶漬けの元の乾燥状態を保持する方法が見つかったんだ。それからは、様々な味のお茶漬けの元の湿気問題の解決策として、あられは大活躍することとなったよ。現代では袋を密封する技術があるため、実はあられを無理に入れる必要はないんだよ。しかし、依然として乾燥剤としての役割は果たしているし、当時の名残や多くの人の食べ慣れた味ということもあり、現在のお茶漬けの元の多くにはあられが入れられているんだ。乾燥状態の保持が不要なお店で食べるお茶漬けにもあられが入っていることがあるけど、もともとはお茶漬けの元に入れられていたものが、逆輸入された形かもね。以上、お茶漬けにあられが入っている理由でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ロシアとウクライナの衝突は、全世界に影響を及ぼしている状態だよね。実際に人的被害が出ているわけではないが、日本も経済的な打撃は否めないよな。ガソリン代や光熱費、物価においてあらゆるものの値段が上昇しているぜ。戦いって当事国にだけ影響が出るわけじゃないもんね。そういった意味ではいろんな国が被害者になるってわけだ。そういうことだね。さて今回は、そんなロシア海軍の潜水艦が巡航ミサイル発射実験を実施したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日にロシア国防省が太平洋艦隊所属の潜水艦から巡航ミサイルの発射実験を実施し、ミサイルは日本海上に設置した標的艦を目標とした、として映像を公開したことを、ロシアのタス通信が伝えているよ。ロシア国防省の発表によれば、この巡航ミサイルはカリブルと呼ばれるもので、通常動力型潜水艦ペトロパブロフスクカムチャツキーとボルホフの魚雷発射艦から発射したとされ、発射後日本海海上の敵艦艇を想定した標的に命中したんだって。なお、この演習にはロシア太平洋艦隊の艦艇15隻以上に航空機も参加していたとされているが、参加艦艇などの詳細は伝えられていないぜ。また、この発射実験が実施された日時も伝えられていないが、海上保安庁海洋情報部の公開安全情報 NAVAREAXI によると、3月31日及び4月13日にウラジオストク沖の日本海で、射撃訓練を実施するとの通報がロシア側からあったとされており、そのいずれかで実施されたものと思われるな。そのことからすれば今回の発射実験はアメリカや日本の動きに対する何らかの牽制と考えるよりは、予定されていた訓練を実施しただけとも考えられ、予告なしでいきなり発射される北朝鮮の弾道ミサイル発射実験とは異なるとして、日本国内のメディアに対していたずらに不安を煽るような報道は控えるべきとする声もあるんだよね。今の情勢を考えると、情報は重要になってくるから、変に印象操作されることがないようにしないとね。日本のメディアでは発射実験の目的を、ロシアのウクライナ侵略に対する経済制裁を牽制する狙いがある、と見ている向きがあるんだけど、日本海では4月12日以降アメリカ海軍のニミッツ級原子力航空母艦、エイブラハム・リンカーンを中心とする第3空母打撃群が展開しており、海上自衛隊の護衛艦今後イナズマと共同訓練を実施するなど活動しているため、その訓練に対する牽制が目的とする見方もあり、真の目的は不明だしね。発射された巡航ミサイルカリブルはロシア国内では、3M54 NATO コードネームでは SSN-27 シズラーと呼ばれている巡航ミサイルで、ウクライナへの攻撃にも使用されたというよ。ロシアのノバトール設計局が開発した巡航ミサイルで、発射可能なプラットフォームが多岐にわたり潜水艦発射型クラブ S、水上発射型クラブ N 陸上発射型クラブ M に分類され、水上発射型は 3S14UKSKVLS 垂直発射システムから発射され、潜水艦発射型は 533mm 魚雷発射艦から発射されるため、
ミサイル系はどのタイプも基本的に全て 533mm となっているんだって。攻撃目標別の分類では対艦攻撃、対潜水艦攻撃、対地攻撃用などのバリエーションがあり、一部の対艦型は2段式推進になっていて、このミサイルは発射後は音速で飛行するんだけど、目標の手前 20km ほどで先端部を切り離し、これが超音速で敵艦に向かっていくことから、このミサイルは超音速対艦ミサイルとして分類されることがあるけど、射程 220km のうち敵艦手前までの 200km は音速巡航であるため、超音速ミサイルとは厳密には言えないとする見方もあるよ。対空防御システムの反応が遅れるなどして防御が難しい巡航ミサイルとされているけど、ロシア海軍太平洋艦隊では1月にオホーツク海などで実施した演習でも、潜水艦からカリブルの発射実験を行っていたんだ。このカリブルを魚雷発射艦から発射したペトロパブロフスクカムチャツキーと、ボルホフはキロ型通常動力型潜水艦を改良した636型海キロ級と呼ばれているロシア海軍では最新の通常動力型潜水艦で、ペトロパブロフスクカムチャツキーは2019年11月に、ボルホフが2020年10月に就役しており、2021年10月には3番艦のマガダンが就役して太平洋艦隊に配属され、太平洋艦隊には今後、現在建造中の同型潜水艦があと3隻追加配備される予定となっているらしいんだ。この636型潜水艦の原型であるキロ型通常動力型潜水艦は、長期間潜航が可能な原子力潜水艦と異なり、沿岸での対潜警戒が主な任務なんだけど、カリブルの運用によって水上艦や地上の目標攻撃もできるために海外へも数多く輸出されているよ。静粛性が高いことが評価されており、ロシア海軍が運用する純正のキロ型潜水艦は特に静粛に優れているとされ、パッシブソナーによる非探知距離も500メートルと言われているんだ。改良型である636型では推進用プロペラを6翼から7翼のハイスキュード型に変更しており、これによりプロペラシャフトの回転数を半分に抑えることに成功し、騒音レベルを低減したことでさらに静粛性が高められたとされているほか、エンジンの出力を向上させたターボディーゼル機関が搭載されていて、そのことで蓄電池へのフル充電時間を約20分程度短縮することに成功しているね。ところで、日本の海上自衛隊が運用している潜水艦についても、日本政府がカリブルのような長射程巡航ミサイルを搭載することを検討していると、2021年12月30日に読売新聞が報じているよ。これは政府、自民党が保有を目指す敵基地攻撃能力を、具現化する装備の一つとして検討されているもので、長射程化を目指して開発が進められている陸上自衛隊の、人に意識地対艦誘導弾能力向上型を魚雷発射艦から発射するか、あるいは VLS 垂直発射装置を潜水艦に搭載して、いずれも水中発射する方式で検討されていると言われているんだって。人に意識地対艦誘導弾能力向上型は現在約 200km の射程を 900km まで延伸することを目指して開発が進められていて、最終的には 1500km まで延伸することが想定されていて、実現すれば日本の九州沿岸から中国の北京を射程内に収めることが可能となるようだぜ。海上自衛隊の潜水艦は魚雷発射艦から発射可能な対艦ミサイルとして、ハープーン UGM-84 を運用しており、潜水艦発射型の人に意識地対艦誘導弾能力向上型が開発されれば、現在運用中の22隻の潜水艦においてそのまま運用することができるんだけど、狭い潜水艦内の弾薬庫の容量は限られており、ミサイルを搭載することで魚雷の搭載数が減ってしまうことになってしまうよ。そこで、あらかじめミサイルを搭載した垂直発射装置 VLS を別途装備すれば、魚雷搭載数を減らさずに人に意識地対艦誘導弾能力向上型の搭載が可能となり、ミサイル発射の即応性でも有利となることから、現在最も新しい大型の設計変更や、全く新しい潜水艦を設計するコストがかかったとしても検討する価値があるんだよね。さらに軍事評論家などの間では、搭載する VLS を固定式ではなく、アメリカ海軍のバージニア級原潜で採用されている、バージニアペイロードチューブ VPT や、バージニアペイロードモジュール VPM などの、モジュールチューブ方式を採用すれば、サイズに縛られずにミサイル開発が行えるほか、特殊部隊の出撃収容用エアロックや格納庫としても活用でき、さらには無人航空機 UAV の水中発射にも活用できるとされているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日は相撲に関する雑学だよ。日本の国技の相撲だけど、実はあまり知られていない雑学が多くあるんだ。
まずは、力士は車の運転をすることが全面的に禁止されているんだ。力士の番付によっては運転しても良いという情報もあるけど、調べてみたところ現役力士は全員運転を禁止されているみたいだよ。なぜ車の運転を禁止されているのかというと、現役力士が過去に人身事故を起こしてしまったからという経緯もあるみたい。1985年に当時幕内だった力士が人身事故を起こしてしまったことをきっかけに、禁止されることになったみたい。ちなみに、車の運転が禁止されているだけで、免許を取得しに自動車学校へ通うことは許可されているようだよ。次に、相撲の取り組みは行司の八家酔い、残ったの掛け声で始まると思っているよね。実は行司の掛け声は取り組み開始の合図ではないんだよ。普通のスポーツはホイッスルやゴングなどの音を合図にして競技を始めるけど、相撲はお互いの呼吸があったタイミングで取り組みが始まるんだ。そのため力士はお互いの呼吸を合わせるのに集中し、自分の呼吸だけではなく、相手の呼吸もよく観察している。少しでもタイミングがずれてしまうとその立ち合いはやり直しになってしまうため、力士には相当な集中力が要求されるんだ。このように、お互いの呼吸で競技が始まるスポーツは珍しいそうで、海外の人から相撲が評価される点の一つとなっているんだ。次に、回しはどれだけ汗が染み込んでも汚れても洗わないのが習わしとされているそうなんだ。これには験担ぎの意味が込められており、水に流さないということから洗濯しないそうだよ。また、回しを洗濯すると生地が弱くなってしまうことも洗わない理由の一つだよ。ただ、洗うことはしないけど使用後には泥などをきれいに落として天日干しをして汗などを乾燥させているそうだよ。また、衛生面を考えてアルコールなどを使って消毒することもあるよ。例外的に、自分の師匠が亡くなった時にだけ回しを洗っても良いという風習もあるみたい。次に、土俵は女人禁制だとされているけど、これは相撲がもともとは豊作を祝って神へと捧げる神事だったことが関係しているんだ。昔は豊作を司る神様に対して、屈強な男が相撲で力をぶつけ合う様子を見せて楽しませていたんだ。しかし、豊作を司る神様が女性だったことから土俵に女性をあげると神様が嫉妬してしまうという理由から、土俵を女人禁制にしたんだ。また、昔は女性が相撲を観戦することでさえ難しかったとされているよ。その理由は先ほどと同じで、相撲の場に女性がいると神様が嫉妬してしまうからだと言われている。そのため、女性の相撲観戦は千秋楽だけ許されていた時代もあったようだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。2022年2月25日午前に米海軍佐世保軍港へアメリカ急強襲揚陸艦1番艦アメリカが入港したよ。これは、2022年1月から2月にかけて東シナ海及び西太平洋などで、実施していた日米共同訓練が終了したために母港の佐世保へ寄港したもので、これから乗員の休養と艦隊の整備や補給を行うものと思われるね。この佐世保軍港への入港の際にテルトローター機として最も有名なオスプレイを9機とヘリコプターを5機、露天軽視していたことが確認され、話題となったな。中国兵の牽制も少なからずあるって感じかな？そうかもしれないね。さて今回は、米海軍の強襲揚陸艦が、オスプレイを満載して佐世保へ寄港したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。強襲揚陸艦アメリカは、ワスプ級強襲揚陸艦 SX や、ドッグ型揚陸艦などとともに米海軍の遠征打撃群を構成する主力艦の一角を成しており、今回の日米共同訓練では、米海軍に3つ級原子力空母3番艦カールビンソンや、同級5番艦のエイブラハム・リンカーンを主力とする空母打撃群と、連携及び総合運用能力の向上を図るための訓練が実施され、海上自衛隊からは、ヘリコプター搭載護衛艦ヒューガやミサイル護衛艦混合などが参加しているよ。そして、今回佐世保軍港へ入港したアメリカの飛行艦艦には、沖縄の普天間基地に配置されている、米海兵隊第3海兵遠征軍第1海兵航空団第36海兵航空軍所属の MV-22B オスプレイが露天軽視されていたみたい。通常は露天軽視せずに入港することが一般的であるため、近年、軍事的な威圧を強める中露の動向から、不測の事態に対応するために即応態勢を敷いていたのではないかと推測されているんだ。米海兵隊ではこれまでのヘリボーン作戦において、CH-46 ヘリコプターを利用していたんだけど、MV-22B オスプレイは CH-46 と比較して圧倒的に長い航続距離と移動速度を有しており、その性能は CH-46 を圧倒するものだったよ。
MV22B と CH46 の具体的なスペック比較としては、最高速度 520km/h 及び巡航速度 490km/h は約2倍の差があり、航続距離は CH49 が約 700km であるところを MV22B は約 3900km と5倍以上延伸しているぜ。兵員輸送量も CH46 の12名から24名と倍増し、貨物搭載量も CH46 と比べて約3倍となったってわけだ。また、MV22B と陸上自衛隊でも導入した V22 を含めたオスプレイシリーズ全般の機能として、装備する回転翼は主翼を90度回転して折りたたむことで胴体に収納することができ、CH46 と比較しても船舶へ積載する際の占有スペースを少なくすることができるため、強襲揚陸艦や空母の格納庫へ CH46 と比べて多く搭載することが可能となっているなど、MV22B は CH46 と比較して圧倒的優位性を持っているな。先に述べたように陸上自衛隊でも陸上運用型のオスプレイ V22 を導入しており、2020年3月26日に新編された第1ヘリコプター弾輸送航空隊にて運用しているよ。同部隊は、2018年に新設された南西諸島などの離島防衛奪還作戦を主任務とする、水陸機動団の航空輸送手段として設立されており、V22 は CH-47J と併用して運用されているね。このように陸上自衛隊にとっても V22 は非常に有用な機体だけど、オスプレイがまだ試作機であった段階事故1回目1991年6月11日、事故2回目1992年7月20日で、2度の重大航空事故を引き起こしており、採用後の定率初期生産段階でも2度重大事故3回目2000年4月8日、2000年12月11日を起こしているんだ。そのため、水陸機動団が配備されている佐世保市の相浦駐屯地からも比較的近い立地であることから、配備先として計画されている佐賀空港へのオスプレイの配備について、佐賀空港周辺住民やその支援者が配備への反対を表明しているよ。そのため、用地取得も遅延しており、佐賀空港への配備を進められない状況となっているってわけ。それに伴い、佐賀空港への正式な配備決定までは、千葉県の木更津駐屯地へ暫定的に配備されることとなり、旧機の V22 オスプレイが2022年2月までに配備されることになったんだ。しかしながら、千葉県の木更津駐屯地への配備は、オスプレイに求められる水陸機動団の航空輸送任務を行うには、あまりにも距離が遠すぎるため、このままでは水陸機動団の作戦遂行能力に大きな足かせを課すことになりかねない状況となっているぜ。現状、佐賀空港へのオスプレイ配備の見通しは全く立っていない原因としては、開発段階や初期配備段階での事故をマスメディアや左翼団体指揮者が、センセーショナルに報じていることが原因であり、このような諸団体個人は、オスプレイが反対というよりも、日米同盟、在日米軍、自衛隊そのものを反対であると主張しているため、防衛省とこのような諸団体等との対話は、いつまで経っても平行線をたどっているよ。そもそも、オスプレイの事故率は他のヘリコプターと比較しても特筆して高いものではなく、それはたかもオスプレイの事故率が高いかのように誇大に報じるマスメディアは公正な主張をしている言い難く、日本の防衛環境は、中ロ北朝鮮などの外敵だけではなく、そのような内なる敵にも適切に対処しなければならないという、厳しい環境に陥っているわけだな。今回、強襲揚陸艦アメリカの飛行甲板に露天軽視しているオスプレイの姿を報じた長崎テレビ KTN のニュースの内容についても、強襲揚陸艦にオスプレイが搭載されていることに批判的な論調となっており、この情報を長崎テレビに提供した市民団体であるリムピースは、日本全国に点在する在日米軍基地の監視を行い、その動向をネット上に公開しており、まるで他国に情報を横流しするスパイのような団体となっているんだ。この団体の運営については、在日米軍基地があるゴツの地方自治体の市議や元市議の5名が携わっているとされており、同団体の公式ウェブサイト上には、この5名の名前が公表されているよ。この5名の運営者は、遠藤洋一元議員元東京都福生市議会無所属議員元雑誌記者、金子時夫議員神奈川県相模原市議会議員市民民主クラブ、田村純元議員山口県岩国市議会議員無所属、早見厚市議員長崎県佐世保市議会議員社民党、山城康夫議員神奈川県横須賀市議会議員無所属と記載されており、いずれもが左翼系の活動家や左派政党の議員ってわけ、オスプレイの開発段階に発生した事故については、輸送機であるという特徴上乗員4名輸送兵員24名、1回あたりの事故の犠牲者数が多いことは事実だよ。これが、射出座席のある戦闘機であれば、
事故の犠牲者は1名から2名、または0名であった可能性もあると言われているんだけど、それは搭乗員が少ないからであり、旅客機と同じように多数の人員を輸送する機体であることから、墜落時の犠牲者が多くなるのは致し方ないと言わざるを得ないんだよね。また、オスプレイが米国で量産が開始されて以降10年間に発生した4度の重大事故での犠牲者は7名とされているんだ。これは、他の機体の事故率で比較した場合でも事故率としてはむしろ低い方であり、米海兵隊の飛行時間として10万時間あたりのオスプレイの事故率は 1.93%。海兵隊が保有する全航空機の事故率は 2.45% であることから、オスプレイの事故率はそれを下回っており、むしろ相対的に安全性の高い軍用機であることが示されているってわけ。なお、民間航空会社の事故率と比較した場合、フィリピン航空は 2.47%、大韓航空は 2.58% となっており、それらの民間航空会社よりも低い値となっているんだ。このように公正に調査すればすぐに判明するようなデータが多く公開されているにもかかわらず、左派系の主張に沿う形の非常にバイアスのかかった情報ばかりが大きく報じられており、危険なオスプレイというイメージを国民に植え付け、日本の防衛を阻害している事実は、もっと広く知られるべきなんだよね。そもそも、オスプレイは米国において広く運用されている機体で、多くの実戦を経験している米軍が、任務に支障をきたすような安全性に疑義のある航空機の運用を拡大するのかって話だよな。米国は訴訟大国でもあるから、安全性に疑義のある機体を運用することで犠牲者が出た場合、米国政府は巨額の賠償責任を問われかねないぜ。だからこそ、米軍は軍で運用する航空機など兵器の安全性には十分に留意しているんだよね。さらに言えば、一例として、自衛隊が運用する重火器の製造した住友重機械工業は、その重火器の性能や耐久性のデータを改ざんしたことが公表されて大きな問題となったんだけど、その対象となる重火器は回収されずに運用が継続されているよ。そのようなことがまかり通っている自衛隊の安全審査よりも、米軍の安全審査の方が圧倒的に厳しいものが課されているということも周知されるべきだと思うんだ。実戦の機会が多い米軍は、実戦をあまり想定していない自衛隊などより、よほど安全に対する意識は高いものがあるってことだね。そのことも含め、防衛省はオスプレイの安全性について、しっかりと国民に周知していく必要があるだろうな。ちなみに、日本は米国本土以外でオスプレイのメンテナンスを行う企業がある。数少ない国の一つだぜ。日本においてオスプレイのメンテナンスリペアオーバーホール MRO 契約を結んでいるのは、日本飛行機と呼ばれる企業であり、神奈川県大和市に所在する同社の厚木工場にて、米軍及び自衛隊のオスプレイの整備を行っているよ。国内でも重整備の環境も整っており、日本は他国と比べてもより安全にオスプレイを運用できる国でもあるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアとウクライナの戦いは相変わらず激しいものとなっているよね。民間人に対するいろんな被害も出ているからね。中には口に出すのもはばかられるほどの被害内容も報告されているみたい。俺たち国民としては、情報を精査しつつ、現状を受け止めていくしかないだろうな。そうだね。さて今回は、そんなウクライナの主力として活躍しているバイラクタル TB2 の製造元である、トルコのバイカル社の無人ジェット戦闘機について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウクライナ軍が運用してロシア軍を悩ませているドローンバイラクタル TB2 の開発製造元であるバイカル社は、現在開発を進めている無人ジェット戦闘機バイラクタルクズルエルマのプロトタイプの胴体部分を、2022年3月12日に初公開していたんだけど、3月28日に主翼、カナード翼などを取り付けた状態の機体を改めて公開したよ。バイラクタルクズルエルマは AI を搭載したジェット無人戦闘機で、ドローン兵器バイラクタル TB2 を開発して成功を収めたバイカル社がトルコ初のジェット無人戦闘機ミューズを建国100周年にあたる2023年に初飛行させると2021年に明らかにしていたもので、クズルエルマとは赤いリンゴとの意味なんだって。バイカル社はバイラクタルクズルエルマについては大まかなスペックしか明らかにしていないんだけど、最大5時間の対空時間を持ち作戦半径は 800km とされ、最大飛行高度は 1600m、最大離陸重量 6000kg でペイロードは 1500kg で、バイラクタル TB2 と同様に、レーザー誘導小型爆弾長距離対戦車ミサイルシステム小型精密誘導爆弾、巡航ミサイルレーザー誘導ロケットなどが搭載可能とされているみたい。操縦に関しては衛星通信に対応可能で、目標探知用の AESA レーダーを搭載し、
高いステルス性能を持ち、短距離離着陸に対応しており強襲揚陸艦などでも発着艦が可能とされ、近接航空支援ミサイル攻撃的防空網制圧的防空網破壊などのミッションを実行可能って話だよ。また最大速度はマッハ 0.64 と亜音速として公表されているが、バイカル社は2021年11月に、ウクライナのイーフチェンコ設計局が開発したターボファンエンジンを、クズルエルマ用のジェットエンジンとして AI2056.9kN と AI322F42kN の2種類のエンジンを発注しており、AI25 を搭載するモデルは亜音速のミューズ A として、AI322F を搭載するモデルを超音速のミューズ B として両方を量産すると言及していて、低コストの亜音速のミューズ A と高コストだが性能が優れているミューズ B をハイアンドローとしてラインナップすることで、導入を考えている国のニーズに対応する狙いがあると見られているな。しかしながら、その後ウクライナがロシアの侵略を受けていることからエンジン購入契約の行方が危ぶまれていて、2023年の初飛行を目指すとしている開発計画への影響が懸念されているぜ。トルコは UCAV 無人戦闘航空機のバイラクタル TB2 の成功によって、今後も自国バイカル社製の UCAV をこれまでの中東、アフリカ、ヨーロッパに加えてアジア市場も視野に入れていて、ナゴルノカラバフ紛争でのアルメニア軍戦車のみならずウクライナで強力なロシア軍戦車をも破壊した実績をもとに、日本へ TB2 や関西型の TB3 の売り込みに注力していくと見られているんだ。関西型として開発中のバイラクタル TB3 については、トルコ海軍が強襲揚陸艦アナドルでの運用を検討していて、2022年中には艦艇からの初飛行試験を予定しているとされ、バイカル社のゼネラルマネージャーであるハルク・バイラクタルが、日本は一刻も早く UCAV 無人戦闘航空機を手に入れるべきであり、空母化を進めている出雲型護衛艦はバイラクタル TB3 を運用するのに最適な艦艇であると述べるなどして、日本や韓国、オーストラリアなどアジア・オセアニアで、強襲揚陸艦を運用している国に対して盛んに売り込みをかけているってわけ。今回の実績をもとに導入を考える国は多く存在しそうだね。2021年8月29日にはバイカル社が開発した総発の新型 UCAV バイラクタルアキンジのトルコ軍への引き渡し式典がエルドアン大統領列席のもとで実施されたよ。ちなみに、このバイラクタルアキンジはペイロード 1500kg とされ、アメリカ空軍の M99 リーパーの性能を上回るとされているトルコ軍機体の UCAV で、バイラクタル TB2 で運用されていた UAV 専用精密誘導兵器である MAM シリーズに加えて、対戦車ミサイル LUMTAS やバンカーバスター SARB83 と NAB84、巡航ミサイル SOMA、短距離空対空ミサイルメイリン、中距離空対空ミサイルペレグラインに、対レーダーミサイルアクババなどが運用可能とされているぜ。このバイラクタルアキンジの引き渡し式典に日本のトルコ駐在防衛官も出席しており、数々の実戦で戦果を上げ続けるトルコ製無人機について、防衛省と自衛隊が関心を示しているのは間違いないとの見方が広がっているよ。日本においては2022年にようやく偵察用 UAV の RQ-4 グローバルホークをアメリカから購入して運用を開始したんだけど、UAV の開発製造はもとより運用においても後進国であり、近隣諸国と比較してもロシアや中国に遅れを取っているだけでなく、韓国にさえ大きく水を開けられているのが現状なんだ。自衛隊が現在運用している UAV は航空自衛隊が運用するグローバルホークの他に、これもまたアメリカ軍が運用しているスキャンイーグルを陸上自衛隊がすでに導入しているんだけど、操縦装置など含めた一式で13億円と高額であるため、損失を恐れるあまりに十分に活用されるかどうかが懸念されているよ。バイラクタル TB にも数億円とされていて安価とは言い難いんだけど、それでもグローバルホークやスキャンイーグルよりはるかに安価で使い勝手が良く、自衛隊が UAV の運用について学ぶには最適な UCAV であろうと思われ、さらにはアキンジやクズルエルマのような強力なステルス UAV も導入した上で運用のみならず研究を進め、やがては国産 UCAV 開発を進めるべきだとする声が高まっているね。日本の技術力をもってすれば独自に UCAV を開発することは十分に可能だろうし、民生品の部品を利用することで製造単価を抑えることも可能なんじゃないかな。特にクズルエルマのような超音速で飛行可能なステルス UCAV の開発においては、先進技術実証機新進などで培ってきた技術を活かせると考えられ、製造コストが抑えられれば輸出も可能だぜ。防衛省では2035年の実用化を目指して国産次期戦闘機の開発を進めているんだけど、航空自衛隊では慢性的な人員不足から戦闘機パイロットの確保に苦心しており、この状況が将来にも続くと想定されているんだ。その貴重な戦闘機パイロットの安全を確保することや、攻撃目標への対処力の向上のために、
AI を搭載して有人戦闘機の護衛や危険な任務を担当する無人戦闘機と、有人の次期戦闘機とでチームを組んで任務に当たる構想を打ち出していて、無人戦闘機が天候や地形に合わせて自律的に飛行できるようにするための AI 技術の高度化に向けた研究費用を、2022度予算案の概算要求に盛り込んだみたい。防衛省は速やかにバイラクタルシリーズを導入した上で、10年以上も前に将来を見据えて無人機開発への投資に踏み切り成功を収めたトルコに敬意を表し、真摯に教えを乞い UCAV 開発について学び、国産の高性能な UCAV 開発を進めるべきなんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、人の体についてだよ。またなんともマニアックな雑学だな。みんなは、血は赤いのになんで血管は青いのか知ってるかな？そんなこと気にしたこともなかったな。確かに言われれば、なんで青いのかなって思うな。その理由はね、血液の成分の一つであるヘモグロビンは、肺で酸素を吸収して各組織へ送る役目を持っていて、酸素を多く含んだヘモグロビンは、より赤くなるんだ。そして、酸素を送り終わったら、暗い赤紫色になるらしいんだ。それを皮膚などを通して見ることで、青く見えているんだ。専門的知識すぎてわからなかったけど、とりあえず皮膚を通してみたら青くなるんだね。まあ、そんな感じかな。みんなも自慢してみてね。今日の動画は終わりだよ。また見てね。また見てくれよ。また見て見て見てね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 。きたきたきた、レールガンなんて中二病の最高峰だよ。初手からテンション振り切ってるな。だってあのレールガンだよ。超電磁砲だよ。コイン飛ばすだけでビルに穴開けちゃうんだよ。ちょっと待て、分かってはいたがそれアニメの話だよ。ひさかちゃん可愛いよね。まあ否定はしないが、とにかく現実的に考えようぜ。今回は現実的なレールガンの話だからね。でもやっぱりロマンだからね。早く本題に入ろうよ。わかったわかった、それじゃあ行ってみよう。まずそもそもレールガンとは、従来の火砲のように削薬の力で砲弾を発射するものではなく、物理学でいうローレンツ力、要は電磁気の力で砲弾を発射する近未来の兵器として、各国で研究が進められてきたものなんだ。レールガンの予備知識に関してはバッチリだよ。外伝までしっかり視聴済みだからね。知識の出どころがアニメってのがお前らしいな。でも実際、一足早く SF やアニメの世界では最先端の軍事兵器として描かれることもあったけど、現実の世界では実用化は遠く、実際に軍隊が使用するレベルに到達はしていない模様なんだよね。そうなの？あからさまに落ち込むなよ。世界各国の軍隊においてレールガンの実用化に対する意見は様々だが、日本では2021年8月末に公表された令和4年度防衛予算の概算要求にも同内容の研究が記載されており、将来的な投資を行う方向にあるよ。日本の防衛省ではレールガンの運用を、
自国の水上戦闘艦に向けて発射される敵の極超音速対艦ミサイルの対空迎撃に用いることであったけど、将来的には対地及び対艦攻撃用への応用も視野に入れているらしいんだ。現在の日本の仮想敵国とされるロシアや中国が極超音速兵器のしるべ対策とも言える一環で、前者の対艦巡航ミサイルフィルコンや、後者の DF-17 の脅威に、対抗する対空兵装とするのだろうね。ロシアのチルコンに関しては2020年10月および11月に、同国海軍のフリゲート艦アドミラルゴルシコスの VLS から、発射実験を行った際の映像が YouTube 上でも公開されて注目を浴びており、実戦配備も直近だと思われるぜ。この発射実験でチルコンは飛翔距離 450km、飛翔速度マッハ8だと公表され、スクラムジェット推進方式での石油系燃料として最高潮といわれる飛翔速度のマッハ8をすでに叩き出しているとのことだ。飛翔速度をマッハ6に抑えたら、今回達成した飛翔距離 450km の倍以上の距離が物理的には到達可能であるため、チルコンの最大射程は 1000km 以上になるという声も聞くぜ。一方、中国の DF-17 はトンプー17とも呼ばれている極超音速滑空ミサイルのことを指し、2019年10月の軍事パレードで初公開されたが、全 DF-16 弾道ミサイルを改良し、弾頭部分が極超音速滑空対仕様となっているよ。この DF-17 は推定値で水平飛行距離が 1400km、最大到達高度 60km、平均速度マッハ6以上の性能を有すると推測されており、最大高度到達後に弾頭部分の滑空体がマッハ3以上の速度で、目標に向かう恐ろしいミサイルなんだ。フィルコン、DF-17 ともに飛翔速度が極超音速ではあるものの、既存の兵器、例えばアメリカのイージス艦が搭載しているような長距離艦対空ミサイルの SM-6 などであれば週末時点で迎撃可能と言われているよ。だが SM-6 のような長距離対空ミサイルがない場合や、あった場合でも能力を上回る方ら攻撃等への可能性を考慮した場合には、より多層的な防空兵器の保有が望ましく、我が国の防衛省ではこれを念頭に考えているのだろうぜ。日本の海上自衛隊の場合、イージス艦コンボイ型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻の合計8隻は、北朝鮮の弾道ミサイル防衛のためにも常備しておく必要性が高く、稼働訓練面でのローテーションからの余裕が少ないんだよな。このような不安を解消するために導入が期待されていた陸上設置型のイーグルアショアも、昨年2020年に発射後のブースター落下の安全性が担保できないとの理由で中止となってしまい、日本のミサイル防衛は修正を急いでいる状態だぜ。そんな状況下で電磁気の力で砲弾を発射するレールガンは、理論上では作薬を使用する従来の火砲よりも高速度でかつ、射程距離も長いということから注目を集めており、次世代の兵器としての可能性に期待されているんだ。作薬を使用しないレールガンは砲弾を爆発の圧力で加速させる方針が不要で、ネーミングにあるように電動性の高い素材で作られた2本のレール間に、同じ素材の弾頭を置き電力による磁場作用でこれを発射するよ。当然、新兵器開発には膨大な予算と軍事技術力が必要となることはレールガンにおいても同じで、20世紀以降世界最大の軍事力と軍事予算を投じ続けるアメリカがやはり先行してきたな。中でもレールガンの研究開発に着手したのは米海軍であり、2007年頃より研究部署である OMR オフィスオブネーバルリサーチが、英国軍事企業大手 BAE システムズ社と共同スタートしたぜ。BAE システムズ社は、イギリスを中心とする第6世代戦闘機開発プロジェクトテンペスト計画を主導しており、世界最大の海軍の依頼でレールガンの研究開発の任にも参画しているね。米海軍の ONR と BAE システムズ社は、2008年に射程距離約 370km、発生電力量 64MJ を当面目標に掲げて研究を開始し、アルミ製の弾頭を 10MJ で時速約 9000km で発射させることに成功したんだ。さらに2010年にこのプロジェクトは、当初の目標であった発生電力量 64MJ の約半分にあたる 33MJ を達成、プロトタイプのレールガン開発を順調に進め、2014年には艦艇に搭載してテストを行うとの発表もされたよ。プロトタイプのレールガンが搭載されることになった理由は、
通常の船舶よりも幅の広い双楼型の輸送船で搭載に広いスペースを必要とする関係上、都合が良いと判断されたからだな。当時レールガンを実装化する最有力候補として挙がったのが、2011年から建造が始められていたズムボルト級ミサイル駆逐艦であり、膨大な電力を必要とすると分かっていても、この艦との親和性が高いと判断されたからなんだよね。ズムボルト級ミサイル駆逐艦は大型のガスタービン機関で電力を発電して使用する、統合電気推進方式が搭載されており、発生した大電力をレールガンにも使用する案が考えられたんだ。初めの段階でズムボルト級ミサイル駆逐艦の主砲は、従来の火砲に変えて AGS-155mm 砲と呼ばれるロケット弾の一種を搭載する仕様だったんだけど、レールガンは将来的に代替兵器となることを期待されていたと言えるよね。だが、ズムボルト級ミサイル駆逐艦が AGS-155mm 砲をはじめ、たくさんの新機軸を乗り込みすぎたゆえに建造費の高騰、そして米海軍が必要とする安定運用が困難となり、わずか3隻の建造で打ち切りとなってしまったんだよな。このズムオルト級ミサイル駆逐艦の事例に連鎖するように、未来を見据えたレールガンの実用から現時点では困難だと米海軍が認識し、2021年時点ではプロジェクトすらも中止となっているぜ。レールガンの実用化はまだ先ってことだね。ああ、だけど完全に不可能ではないってことだな。この先の技術力に期待すれば十分実現可能だ。いつかレールガンが配備される日まで、気長に待ってみようよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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 2022年2月24日に発生したロシアによるウクライナ侵攻は、後世に大きく語り継がれるほどの出来事になっちゃったね。ああ、当初の予想を裏切り、ウクライナ軍の士気の高さ、西側諸国のウクライナへの武器供与等とロシア軍の作戦の稚拙さにより、ロシア軍はウクライナ軍に対して苦戦を強いられる状況が続いているようだな。うんうん。そのような戦況の中、ロシア軍は2月24日から4月2日までの間に143機にも上る軍用機が撃墜されたと推測されているね。さて今回は、そんなロシア軍の被害状況や、今後の戦局の行方について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。撃墜されたと確認された機種としては、スホイ25攻撃機、スホイ30SM 多用途戦闘機、スホイ34攻撃機、アントノフ26輸送機などが挙げられるよ。そして、その中でもウクライナ空軍のエースパイロット、通称キエフの幽霊と呼ばれるミグ29パイロットが、ロシア航空宇宙軍が2014年より運用を開始した最新鋭のスホイ35を2機撃墜したとして話題になっていたんだけど、これまでは残骸が発見されておらず、その信憑性には疑問が持たれていたんだ。しかし、2022年4月3日に SNS 上にウクライナ領内において撃墜され墜落したとされる、スホイ35の残骸の写真が公開され話題となっているみたい。それは、ウクライナのハリキウ近郊のイジェームと呼ばれる場所で撮影された写真とされ、燃え残った主翼が映っており、その形状から墜落したスホイ35であることは間違いないとされているんだって。このスホイ35を操縦していたパイロットは、脱出した後にウクライナ軍に拘束されたとの情報もあるんだけど、その詳細は不明となっているね。このスホイ35は、ロシア航空宇宙軍が開発を進めているスホイ57ステルス戦闘機の1世代前の戦闘機にあたり、ロシアが第 4.5 世代ジェット戦闘機以上の性能を有するとして第 4++ 世代と独自に分類する戦闘機だな。米国の F-15E ストライクイーグル、F-16V ファイティングファルコン、FA-18EF スーパーホーネットや中国の J-10、J-16、欧州のユーロファイタータイフーン、ダッソーラファールなどと同等か、それ以上の実力を有するとされているぜ。スホイ35のスペックについて詳しく、スホイ35は、スホイ27フランカーを原型機としており、全長 21.9 メートル、翼幅 15.3 メートル、全高 5.9 メートル、重量 17,500 キログラム、最大離陸重量 34,500 キログラムとされ、最高速度マッハ 2.25、航続距離は 3600 キロメートル、最大高度 18,000 メートルのカタログスペックを有しているよ。兵装は、胴体内にグシュ 31-30mm 機関砲と翼と胴体下22機のハードスポットがあり、RVVBD 空対空ミサイル最大射程 200km、クフ 59MK 空対艦ミサイル最大射程 285km のほか、機
体形状については、原型機であるスホイ27フランカートに通った面が多いものの、ステルス性を高めるためにカナード翼は廃止されており、エンジンについても新型で高出力な AL41 フルズ 117S と呼ばれるモデルを採用し、水力変更ノズルも装備しているんだって。これにより、従来機と比較して大幅に旋回性能等の機動力が向上しており、旧東側諸国のエンジン特有の耐久性の低さも改善し、高い耐久性によるエンジン交換の頻度低減と高いコストパフォーマンスを有する機体となっているんだ。また、搭載する電子機器もロシア航空宇宙軍所属の戦闘機の中では最高水準となっているな。レーダーについては、パッシブ式のスキャンドアレイレーダー N35 アーバイズを搭載しており、最大探知距離は 400km 以上、同時探知数は30以上、そのうち8つの目標を同時に追尾可能となっているぜ。さらに高度なデータリンクシステムにより、レーダーデータ情報を捕獲機や地上施設などなどと共有することが可能で、複数の機体や部隊との有機的な連携運用を可能としているらしい。このスホイ35は、2008年2月に初飛行を行い、2014年より運用を開始。2020年時点で90機以上の機体が配備されており、戦闘機としての任務はもとより、広大な国土に比して早期警戒機の配備が少ないロシア航空宇宙軍にあって、その強力なレーダーと長い航続距離により、早期警戒管制機的な任務も行える貴重な存在となっているんだって。スホイ35は強力なレーダーと長い航続力、高い機動性と大きな兵器搭載量とマルチロール機として運用可能な多様な兵器の運用能力を有していることから、ロシア航空宇宙軍ではスホイ57をはじめとする第5世代戦闘機の配備が進むまでの間、主力戦闘機として運用される見通しとなっているね。このような強力な戦闘機をウクライナ空軍と比較して多数保有しているロシア航空宇宙軍は、開戦前まではその大きな戦力差から、開戦した場合はすぐにロシアがウクライナの制空権を確保し、地上軍が速やかにウクライナの首都キーをはじめとするウクライナの主要地域を制圧するものと思われていたんだ。事実、ウクライナ空軍は旧態依然とした航空戦力や防空戦力しか有しておらず、2014年のクリミア併合以後、ウクライナは軍備の近代化を進めてはいるが、それでも軍事費の大半は地上軍の近代化に振り分けられており、空軍の近代化については予算不足から遅々として進んではいなかったぜ。これには、少ない予算から効率的に軍備の近代化を進めねばならないというウクライナの事情があるし、クリミアなどを占拠する新ロシア勢力への武力行使は地上戦力が中心であり、航空戦力をあまり必要としなかったことも大きな要因だろうな。英国の国際戦略研究所が公表した軍事情勢報告書であるミリタリーバランス2021では、ウクライナ空軍の航空戦力について、スホイ27、ミグ29などの第4世代戦闘機を含む作戦機を、ウクライナは125機保有しているものの、その大半が運用開始後30年以上を経過しており、老朽化及び陳腐化が深刻になっているとしているよ。さらにウクライナ政府やウクライナ軍では腐敗が深刻な問題となっており、兵士に対する待遇も悪く、兵士は低賃金にあえぎ、満足な訓練も受けられなかったとされているんだ。エリート層である戦闘機パイロットにおいても、NATO 空軍のパイロットの年間最低飛行時間は180時間であることに対して、ウクライナ空軍での年間飛行時間は35時間から80時間程度であり、待遇面に不満を抱いた多くのパイロットが空軍から流出した模様で、2019年からの2年間でパイロットなど140名近くの要員が職を辞しているみたい。これらのウクライナ空軍の現状から、ウクライナ空軍がロシア航空宇宙軍に対抗することは極めて困難であり、短期間のうちに無力化されるだろうと推測されていたんだけど、実際にはウクライナ空軍が予想以上に奮闘し、ウクライナ各地に点在する防空戦力を無力化することもできず、ロシア航空宇宙軍機は多大な損害を被ることとなったってわけ。さらに航空優勢が確保できていない中で地上軍を投入したため、地上軍も大きな損害をかぶり、将官を含む多数の高級将校や兵士が犠牲になる結果となっているみたい。地上軍については、ロシア国防省が開戦の数日後にはウクライナの防空戦力を無力化したと発表したため、それに基づき、ウクライナの北部および東部より地上部隊の侵攻を開始させ、首都キーウ近郊の空港へは、空挺部隊による強襲降下作戦が展開されたよ。これにより、ロシアは首都キーウを一気に陥落させ、戦争の早期終結を狙ったと見られているんだけど、制空権を確保できていない地上軍ほど脆いものはなく、ウクライナ軍が巧妙に隠蔽していた地対空ミサイルシステムにより、開戦後5日間でロシア軍は航空機29機、ヘリコプター29機が失われ、キーウ近郊に降下した空挺部隊は、ウクライナ軍に包囲殲滅されているんだ。
さらには、イリューシン I-176 大型輸送機が2機も撃墜される事態となり、搭乗していた200名から400名のロシア空挺部隊の兵士が犠牲となっているよ。ウクライナはすごく奮戦しているんだね。この前線の要因って何なのかな？このウクライナ軍の当初の予想を覆す前線は、ウクライナ軍の祖国防衛に対する士気が高いこともあるが、西側各国や元ワルシャワ条約機構加盟諸国からの武器弾薬支援が非常に効果が高かったということも挙げられるし、ロシア軍の作戦運用、連携の稚拙さも大きな要因だな。現在、両軍は高価な最新兵器を湯水のごとく消費して戦争を継続していますが、すでに弾薬の欠乏も深刻化してきているぜ。ウクライナに関しては、西側各国などの支援国が多大な武器弾薬の援助を継続するため、ウクライナ西部の補給線が維持し続けられる限りは弾薬が欠乏する可能性は低いだろうけど、ロシア軍が自軍の備蓄で戦争を継続しているため、武器弾薬の欠乏に悩まされる事態が発生する可能性が高いと言えるね。この戦争は、時間がウクライナに味方することになることだろうし、戦争が長期化すればするほど、ロシアは苦しい立場に陥りそうだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、飛行機についてだよ。最近コロナが少し落ち着いて旅行する人も増えるからこの情報はいいと思うぜ。みんなは飛行機に乗っている時に、喉や肌の乾燥が気になったりしない？僕一回だけ乗ったことあるけど喉が渇いたね。そうだよね。機内は湿度 20% 程度しかないそうなんだ。だから、日本の乾燥する季節ですら 40-50% はあるから、かなり乾燥した状態と言えるよね。結構乾燥してるんだな。そんな機内の条件だと、人間の体からは8時間で 400ml の水分が失われるんだ。また、肌の水分についても、5分の1にまで減るそうだよ。飛行機で何も飲まなかったら、脱水症状になるじゃないか。だから、飲むとトイレに行かなきゃいけなくなるからなんて言わずに、こまめに水分補給した方が良いと思うよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。KF-21 トラメは、韓国の KAI 韓国航空宇宙産業が開発中の第 4.5 世代ジェット戦闘機のことだね。韓国の戦闘機だから、鼻からあまり期待はしていないよ。だってあの韓国だもん。そうだね。トラメは2001年3月に当時の韓国大統領である金大中氏が KFX 開発計画として発表し、その後、開発中止や再開、計画変更など紆余曲折はあったものの、2014年1月に韓国軍より本格開発の方針が正式発表されたよ。この KF-21 トラメの開発には、韓国だけではなく、インドネシアも共同開発国として参画しており、開発費の 20% を負担しているらしいな。その KF-21 トラメだけど、韓国メディアの中央日報電子版にて、2022年1月24日付の記事で、KF-21 トラメに関する記事を複数回掲載していたので紹介していくよ。それじゃあ行ってみよう。記事の中で2021年4月9日に慶尚南道の KAI 四川工場にて、KF-21 トラメの試作1号機の出庫式が行われたことに関する記事があったよ。この出庫式では、韓国のムンジェイン大統領とインドネシア国防大臣のプラボ・オスビアント氏が臨席。試作1号機は盛大にお披露目がなされたんだけど、物議を醸したのは、この後の試作1号機の状況だね。試作1号機は、出庫式を終えた後にエンジンを取り外されただけではなく、骨組みだけを残して全て完全分解されたんだ。一般的に航空機開発の過程で、ロールアウト後に重整備を行う以外に機体を完全分解することは非常に稀であるために話題となり、試作1号機は、出庫式に間に合わせるためにハリボテ状態で組み立てただけではないのか？実際には開発は大きく遅れているのではないか？という憶測を呼び、韓国防衛事業庁や開発元の KAI はマスコミからの問い合わせが殺到したみたい。その後、韓国防衛事業庁や KAI の関係者は、完全分解したことを認め、地上試験に至る過程における計画的な工程に過ぎない旨の説明をしたのみで、詳細な状況は不明なまま、分解に至る詳細は関係者の間で慣行令が敷かれたとの噂も流れていたよ。中央日報が掲載した記事によると、出庫式に出された試作1号機には各種機器が搭載され、機体にも戦闘機向けの塗装がなされており、その他、KAI 四川工場内に試作2号機から試作6号機までの5機の試作機が製造されているとのことだね。そのうち、試作2号機から試作4号機までの4機は短座型の機体で、組み立て作業は終えており、技術者たちによって操縦席周辺の確認が行われている様子が書かれており、複
座型の試作5号機及び試作6号機については、組み立て作業中であったとされているんだ。この記事を見た読者からは、記事の中にあった試作1号機及び試作2号機にはエンジンが搭載されており、工場内部で組み立てが完了した試作3号機及び試作4号機の操縦席周辺を数名の技術者が取り囲み、計器類の確認を行いながら各種試験を実施していたとの文章に対して、試作3号機及び試作4号機にはエンジンが搭載されていない状況であるのに組み立て完了とはどういうことなのか?といった疑問の声が上がっていたんだって。また、記事の中では試作機への機体塗装についても触れられており、KAI の事業管理室長の話として、機体塗装については飛行試験の中で、より偽装効果に優れたデザインを採用するとしているのに対し、読者からはステルス戦闘機の戦闘ではレーダー性能が重要であるのに、機体塗装による偽装効果を追求してどうなるといった意見が寄せられていたよ。この機体塗装についてだけど、韓国メディアの東亜日報が2021年8月に報じた記事では、KAI が委託している民間業者が、電波吸収機能を備えたラムペイントを開発したと報じており、それを塗装することで、どの世代の戦闘機であってもステルス戦闘機になるとしており、KF-21 の試作機にそれを塗装することで効果を検証するとされていたんだけど、これが実際に試作機に使用されているのかは不明ってわけ。しかしながら、ラムペイントについては、塗料が非常に高価な割に劣化が早く、メンテナンス費用が著しく上昇してしまうという欠点があり、このことから、ラムペイントの開発に力を入れている国はほとんどなく、東亜日報が報じた記事の続報も確認できないことから、その実現性には疑問の声も上がっているぜ。記事を読んだ読者からは、ラム塗料で塗装さえすればステルス性を獲得できるなら、他国は早々に導入しているだろうとの声が聞かれ、KAI が委託した民間企業が開発したラムペイントについて疑問を投げかけていたみたい。今後の KF-21 ポラメ開発のスケジュールについては、搭載予定のエンジンである米国ゼネラルダイナミック社のグループ企業である、GE アビエーション社製 F414GE400 エンジンの動作試験が完了次第、滑走路上での地上走行試験を実施した後、2022年6月末頃から飛行試験に移る見通しであることが示されているよ。当初は飛行試験を7月からを予定していたんだけど、試験予定が繰り上がっているのは、組み立て作業が順調に進捗しているからであるとしているんだって。しかしながら、韓国では実際の開発状況の進捗度よりも、予定された開発スケジュールを重視する傾向があり、本当に開発が順調に進んでいるのか疑問視する声も上がっており、韓国軍の兵器開発で蔓延している手抜きが、KF-21 ポラメの開発計画でも発生しないか不安感が広がっているぜ。また、この飛行試験の1ヶ月前倒しについて、当初から組み立て期間の短縮は困難である旨を示していたロッキード・マーティン社の技術者は、飛行試験が前倒しできたことはミラクルであるとの驚嘆した旨の見解を示しており、中央日報の記事では、これを韓国が誇る技術力の成果であると誇らしげに語っているようだな。しかし、これに対しても読者からはこれは称賛ではなく呆れているのではないか?韓国は過去の失敗に反省することなく、また似たような失敗を繰り返すつもりか?といった不安視する声が多く聞かれているね。今回実施予定の飛行試験では、検証していくことが多岐にわたり、まずは飛行性能の検証として、飛行高度や航続距離を順次伸ばしていき、飛行特性の確認と搭載機器が正常に動作するのかのチェックがなされるんだ。その他、戦闘機として必要な高速起動時の並走機器の動作確認や増装を装備した際の飛行特性の確認もなされていくなど、膨大な試験を繰り返し実施していく中で問題点の洗い出しを行っていくことになるってわけ。これが信頼性につながっていくんだが、この試験回数を開発期間内に捻出できるかも疑問の声が上がっているみたいだな。現在の韓国では、ムンジェイン政権になってから、労働者保護政策が進展した影響で、週52時間の労働規制が徹底されるようになったため、技術者の労働時間も制約を受けることになり、開発スケジュールの遅延が懸念されているんだ。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で部品調達の遅延や作業員への感染拡大による人員不足の懸念もあり、今後も開発には困難が予想されているよ。中央日報の記事では、このように KF-21 が実用化されるまでに必要となる、これからの開発工程の困難さを紹介しているんだけど、この記事とは別に中央日報が同日配信した KF-21 に関する記事も話題になっているよ。その記事では、開発元である KAI の最大の関心事は KF-21 の海外販売であると題されており、記事の中で世界は第6世代ジェット戦闘機の開発が進展しており、米国、中国、ロシアなどが2040年代には開発していくとしているんだ。
しかしながら、実際に第6世代ジェット戦闘機の開発が進んでいる国としては、イギリス、スウェーデン、イタリアによるテンペスト計画と、フランス、ドイツ、スペインが共同開発している FCAS、日本が開発中の次期戦闘機 F3 開発計画であり、それぞれ、2030年代半ばには実戦配備を予定しており、記事の冒頭から内容の信憑性には疑問が出てしまっているんだよね。そのような記事の中ではあるんだけど、KF-21 を海外へ輸出するには第6世代に進化させていかなきゃならなくて、そのためにはレーザー兵器の搭載、高い発電能力を有し、マッハ5での飛行を実現させるエンジンの開発、電子戦への対応が必要な技術的課題であるとしているよ。ここでも読者から大きな疑問の声が上がっており、レーザー兵器の開発以前に国産エンジンの開発が先、第 4.5 世代戦闘機を開発しているのに第5世代を飛ばして、いきなり第6世代戦闘機を開発できると思っているのか？もっと現実を直視するべき。海外からの技術供与に頼って開発を進めている段階なのに、数段飛ばして第6世代の話は早すぎる。まずは飛行試験に集中すべきとの厳しい意見が多く出ているってわけ。また、KF-21 の海外輸出については、共同開発国のインドネシアが開発費用の支払いを遅延しており、さらには2022年2月10日に、インドネシア軍の次期戦闘機としてフランスのラファール戦闘機を42機購入することが決定したよ。他国への輸出について議論する前に、共同開発国をつなぎ止めることすらできていない状況について、韓国は危機感を持つべきだと思うんだけど。ただ、いずれにしろ飛び立たなければ話が先に進まないのも確かだね。今年6月に予定している飛行試験が成功するのか、注目していきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。また見てね。また見て。また見てくれよ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 。また見てね。海上自衛隊の戦力充実はここ数年、目を見張るものがあるよね。代表的なのは、F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲や加賀かな？この2艦は、日本が待ちに待った空母化の目処が立ったからね。常時艦載機を運用するわけではないんだけど、F-35B 戦闘機は宮崎県のニュータバル基地に配備され、尖閣諸島に対する対中国の備えとして有益に活用されるものと考えられるね。また、ロシア情勢次第では北方にも配備されるだろうから、対ロシアへの備えとしても有効に作用するのではないかと考えられるぜ。もちろん、出雲や加賀だけでなく、海上自衛隊としては先の先を見据えて戦力強化に当たっているんだ。そしてここに来てクローズアップされてきたのが護衛艦日向や輸送艦大隅の存在となっているよ。さて今回は、今後、これらの艦をいかに効果的に運用して国防力を強化するのか、そのために課題となることは何かなど、様々な実情について詳しく分析と解説をしていくよ。それじゃあ行ってみよう。領土の周囲を広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強化と進化を継続してきたんだ。2000年代になると、旧体化した護衛艦の廃艦と同時に、新たな艦級分野への進出も積極的に行われてきたよね。そうした状況下で、近年最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦出雲と加賀となっているよ。出雲型護衛艦は、自衛隊の艦種分類上からはヘリコプター搭載型護衛艦とされているけど、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されていて、海外の軍事アナリストからは日本海軍が空母兵力を有することになったと半ば公然と語られているみたい。護衛艦出雲についておさらいしておこうよ。そうだね。護衛艦出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、水 7.3 メートルと名実ともに海上自衛隊で最大スケールであり、最大14機のヘリコプターを搭載可能になっているよ。そして、ヘリコプター発着艦スポットを最大5機分飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、対潜哨戒任務を強化することを目的として建造されていたことは、関係者の中でも周知の事実なんだ。
そして、1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対しても同様の方向性で臨んでいたんだけど、2000年前後には急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が、日本にとっての仮想敵国へと置き換わったってわけ。中国は、尖閣諸島に対する領土の野心を隠さないばかりか、沖縄や南西諸島においても第一列島線などと身勝手な呼称を行い、太平洋に進出するために障壁となっているこれらの領土を奪取したいだけでなく、既存の自衛隊基地や米軍基地に対しても先制攻撃を仕掛けることができる体制を構築しているからな。そんな中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛に必要な戦力として必要なのは、何より中国海軍艦艇の接近を阻止する戦力を確立することが急務となったんだ。そして、実際にそれを日本が実現するには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるわけだけど、現状で航空自衛隊航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島しかなく、尖閣諸島をはじめとする南西諸島においても航空戦力の傘のもとに、制空権を確実に確保する必要が生じたってわけ。中国と有事に発展した場合、中国は沖縄本島に先制攻撃を仕掛けることは確実だよね。その攻撃で、沖縄本島から航空自衛隊や在日アメリカ軍の航空部隊が離発着できないよう、滑走路の機能を破壊しにかかる可能性が十分にあるんだ。そのため、中国の攻撃に対応する目的で、陸上滑走路以外での固定翼機が運用できる方法を検討した結果、戦闘機の艦載能力を有する艦艇の整備が必要不可欠との結論に至ったんだって。検討にあたり、艦載機の艦種について検討を先行させたところ、アメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型を採用すれば、艦載機を複数機収容でき、運用も可能なだけの能力を備えている既存の艦艇。それは2015年から収益を始めていた出雲型護衛艦しかなかったんだよね。こうして、出雲型護衛艦である出雲と加賀に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とするため、航空母艦化改修が決定されたってわけ。このことは、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が実現したことを意味するんだけど、あくまで既存の艦艇を改修するのがメインであり、一から航空母艦を作るわけではないということは忘れないでね。護衛艦出雲型は、もともと通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースに変更を加えるだけで航空母艦として運用することが可能なんだ。韓国や中国からはもともと空母化する予定だったのではと懸念そうな声が寄せられたようだが、そんなことはないとの返答一辺倒だった自衛隊関係者。だが、こんなにうまく改装できてしまうならば、副案として考えていたのではないかとも思えるよな。さらに言えば、出雲型よりも前に、海上自衛隊には同様の形式の艦艇が存在していたんだよな。うんうん。それは、1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦。それに加えて2009年から2隻が就役している日向型護衛艦だね。これらの艦種は、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用しているなど、航空母艦を運用するために必要なノウハウや技術を蓄積してきた艦艇とも言えるんだ。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているけど、国際的な軍事艦艇の分類上ではドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的だね。大隅型輸送艦は、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用可能であり、当時海上自衛隊の中でも最大スケールの艦艇だったんだ。この、大隅型輸送艦が全通式の飛行甲板を有するにもかかわらずヘリコプター搭載型護衛艦として呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としていないことが理由なんだよね。他国に対する配慮なのかどうかわからないけど、施設のエレベーターもヘリコプターのローターを全て外さないと利用できないなど、ヘリコプター空母としては運用に難点があることも事実なんだ。もしかすると、あえてそうすることで本当の意図をカモフラージュしていた可能性もあるよね。それでも大隅型は、南西諸島の島嶼防衛を担う能力を十分に備えていることは事実だよ。大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸能力は十分あるし、陸上自衛隊に新設された水陸機動団を速やかに戦場に送り込み、展開させるためには不可欠な艦艇であることは間違いないんだ。
出雲型に先んじて、全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が、むしろ最初であったと見ることもできるよな。日向型護衛艦についてもおさらいしておこうよ。そうだね。日向型護衛艦は、基準排水量13,950トン、満載排水量19,000トン、全長 197.0メートル、最大幅 33.0メートル、深さ 22.0メートル、喫水 7.0メートルのスペックを誇り、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を有しているよ。そして日向型護衛艦は、各種ヘリコプターを最大4機搭載が可能なスペックを有しており、その全通式の両甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられているんだ。実際に、これらのスポットを使用すれば、3箇所同時にヘリコプターの初着陸を実施することができるってわけ。ちなみに、日向型と出雲型の大きく異なる点の中でも最も顕著なのは、搭載されている兵装だな。出雲型は、もともと航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシーウス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみだが、日向型は 20mm バルカン砲のシーウス2機に加えて、324mm の3連装のマーク32魚雷発射管2機とマーク41VLS 垂直発射装置を16セル装備しているぜ。この16セル分には、艦対空ミサイルとアスロック対戦ミサイルを同時に発射できるように常に装備している状況だね。出雲型が、必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用兵装はほぼ犠牲にして他の護衛艦に依存する運用なのに対し、日向型は単艦での対戦水艦戦闘に従事することも想定していることを如実に表していると考えられるね。今でこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、日向型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することについて、中国や韓国など近隣国の批判が相次いだのはもちろんのこと、国内のコンセンサスもまだ十分に取れていなかったぜ。そのため、大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はなんとか行ったものの、日向型の建造にあたってはもっと空母化を前提とした建造を行いたくても、市民感情や近隣国の顔色を伺いすぎて、それができなかったという実情があるんだよな。実際、日向型の建造にあたっては、3つの艦隊の設計案が用意されていたようで、批判的な諸外国や国民感情への反応を見つつ、プロジェクトが推進されたというのが実情のようだね。一つ目の案は、既存の護衛艦はルナ型白根型と同様に、艦後部へ大型の飛行甲板を設置するもの。なんだかかつての航空戦艦伊勢日向を彷彿とさせるね。これでもかなりの抵抗があったようだぜ。二つ目の案は、艦中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つもの。中途半端感が否めないとして却下されたようだが、誰が考えてもシンプルに全通式の甲板でいいじゃないか、その言葉が言い出せなかった当時の状況が十分にわかるよな。結果的に日向は、全通式飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえども、運用においても合理的でかつ効率に優れたスタイルを手に入れることになったんだけど、その後の出雲型へとつながる実績を作ってくれたことは、ぜひ記憶に留めておきたいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。海上自衛隊の最近の潜水艦は、リチウムイオン電池の搭載が基準になっているよね。そうみたいだけど、これっていつくらいからそうなったのかな？ああ、これは漂流型11番艦漂流以降に搭載されているみたいだね。そうそう。でも実は従来艦よりもカタログスペック上の数値は低下しているらしいんだよね。そうなの？うん。だから今回はそんなリチウムイオン電池搭載の潜水艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年は毎年1隻ずつの就役や進水を行っている海上自衛隊の潜水艦だけど、今年2021年には3月に前級最終操縦型12番艦の投入が就役、最新型である太平型2番艦の白鯨が10月に進水しているよ。この投入と白鯨が前級の操縦型と最新鋭の太平型というモデルの違いはあれど、通常動力型潜水艦としての機関構成は共通しており、しばらくは同方式が海上自衛隊潜水艦の標準となりそうだな。この方式は操縦型11番艦の応流から採用されたもので、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機を組み合わせたものになっており、実戦配備された通常動力型潜水艦としては世界初の機構なんだよね。応流の収益は2020年3月だけど、
この2021年12月時点でもリチウムイオン電池を搭載した潜水艦は海上自衛隊のみにしか存在してなくて、今後韓国や台湾が採用する予定であると言われているんだ。話が複雑になるが、現在海上自衛隊が実戦運用している潜水艦は前年級の親潮型が最古産で、こちらはディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機を組み合わせており、いわば第一次世界大戦時に潜水艦が登場して以来の推進方式だったな。この親潮型の後、そういう型を建造するにあたり日本でも燃料電池の搭載が検討されたというが、ドイツの209型や214型などと異なりその方式は採用されず、別の組み合わせが推進方式に選択されることとなったぜ。それが総流型の1番艦総流から10番艦総流までの重積で、ディーゼル機関と鉛製蓄電池と発電機に加え、スターリング機関を搭載、AIB 非対地依存推進をこれによって実現する潜水艦となるわけだな。ここで用いられたスターリング機関は北欧スウェーデンのコックムス社製のものを、日本の川崎重工業者がライセンス生産を行ったもので、連続で 75kW の定格出力を発揮する4機を搭載する形式となったよ。この当時は非対機依存推進を実現する仕組みとして総流型に採用された同方式ではあったけど、スターリング機関はその大きさに比して出力は低く、水中航行時の速力は最大でも5ノット程度とあくまで補助的な側面が強かったと思われるんだ。そのため静粛性を最優先とする先行航行時の動力源のメインはやはり、鉛製蓄電池と発電機に依存することとなり、当時の選択としては技術的にも性能的にも限界であったとはいえ、決して運用上の効率が高いとは言えなかったみたい。そんな時に颯爽と登場したのが、リチウムイオン電池なんだね。そうそう。そこで登場してその状況を一変させたものが日本の GS 湯浅社製のリチウムイオン蓄電池であり、従来の鉛製の蓄電池を代替するのみに止まらず、スターリング機関を廃止してもそれと同等以上の性能が見込まれたんだ。これが前述したように2020年3月に就役した総流型11番艦の欧流から採用されたものであり、同じ容積重量の鉛製蓄電池の倍以上の容量出力を誇り、課題とされた発火の危険性もクリアしたものとなったよ。当初は鉛製蓄電池をリチウムイオン蓄電池に置換しつつ、スターリング機関も継続する方向も検討されたというけど、スターリング機関を廃止しても求められる性能の確保は可能と判断され、今の形式に行き着いたらしいんだ。リチウムイオン蓄電池は特性上鉛製蓄電池に比べて反復可能な充放電回数が向上していることに加え、充電時間も大幅に短く、かつ出力の持続性が長いことから、従来以上に安定した水中航行時間距離を可能なものとしているよ。こうした特性や性能面では大きく鉛製蓄電池を凌駕しているリチウムイオン蓄電池だが、その搭載にあたっては全くデメリットがないのかといえば、やはり一部にはリークポイントといえそうな部分も存在するぜ。まずは総流型10番艦の総流までのカタログスペック上の数値は、水中最大出力8000馬力、水中最大速度20ノットだったが、欧流以後はこれが増え5600馬力で58ノットとされている点だな。ちなみにこうしたカタログスペックは最新鋭の大米型では公表されていないが、欧流トラ艦隊の大きさ等に大幅な変化は見られないので、これに準じる性能であると類推されている状態にあるぜ。話を戻せば欧流はそれ以前の総流型に比べ、水中最大出力値が 30%、水中最大速力が 10% ほど低下しているが、これはあくまで最大値であり、実運用上はトータルで見て上回られると解釈されているけどな。これはリチウムイオン蓄電池の特性に起因するものであり、鉛製蓄電池よりも持続性がはるかに勝るリチウムイオン蓄電池は、実運用上では水中での航続時間も距離も延伸されており、作戦行動範囲は逆に拡大したとも言われているよ。ただしそれだけの性能向上を実現しただけに建造に要するコストは確実に増加しており、総流型10番艦の小流で約520億円だったものが、欧流では約640億円と 20% 以上は高額になっているんだ。この建造費の増加は最新型である大米ではひときわ顕著になっており、こちらは実に約800億円と費用的に見ればさらに欧流からも 20% 以上増えていることになり、高騰が続いていることは間違いないんだよね。それでも大米の約800億円といわれる建造費用も、アメリカやイギリスが運用している攻撃型原子力潜水艦に比べればはるかに安価であり、
オーストラリアが原子力潜水艦を調達する方針となった中でもそれは変わらないな。この2021年9月にアメリカ、イギリス、オーストラリアが突如公表した3カ国による新たな軍事協力の枠組みを犯す。これまで基本的に他国に供与されていなかった原子力潜水艦の建造技術を含むだけに注目されているよ。このオーカスに基づき、オーストラリアに技術供与される可能性がある攻撃型原子力潜水艦は、イギリスのアスチュート級かアメリカのバージニア級と目され、建造費は最低でも前者が約2400億円、後者が約3700億円とも言われるんだ。これはあくまでも現時点での1隻あたりの単純な建造コストだが、少なくとも大米の3倍に相当する金額であり、これを人口約2600万人ほどのオーストラリアが8隻導入しようというのは、かなり負担が大きいだろうな。これに倣って日本でも攻撃型原子力潜水艦の保有を進めるべきだとの意見が多数見受けられるけど、取得後の維持やメンテナンスを考慮した場合に、数を必要としている日本に有用であるか否かについては慎重な議論が必要だと思われるね。ちなみにオーストラリアが調達する可能性が高いと見られているのは、イギリスのアスチュート級原子力潜水艦の方であり、同級はイギリス海軍では2010年に54隻が就役中、3隻が建造中となっているぜ。アスチュート級？アスチュート級は攻撃型の原子力潜水艦ながら艦首に装備する 533mm の魚雷発射艦6門からは、対地攻撃用のアメリカ製のトマホーク巡航ミサイルを運用可能であり、この対地攻撃能力の寄与はオーストラリアにとっても大きいと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも見てくれてありがとう。僕からちょっとした豆知識を言うね。東京の豊洲から始まった日本初のコンビニセブンイレブンで一番最初に売れた商品は、なんだよもったいぶるなよ。サングラスらしいよ。そいつはびっくりだな。信じるか信じないかはあなた次第。ではまた豆知識を披露していくよ。また見てね。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